吉岡真由と山下ななみの言霊パンケーキ。こんにちは、吉岡真由です。こんにちは、山下ななみです。この番組では来る7月19日山下ななみさんのお誕生日ということで、冒頭ではございますが早速お祝いしたいと思います。ハッピーバースデー。ショートケーキだ。さあ、突然の突然すぎるケーキの登場でございますけれども、いやここかーってなりましたね。いや今日はでもね、はい、あのななみスペシャルっていう話を聞いてたもんでね。事前にツイッターとかでもお話ししてますけれども、そうだからうっすらとはまあ感じておりましたが、いつか来るだろうみたいな。そうまさか一番最初にやるとは思わないだろう。なかなか初めてのタイミングですけど、ラジオでありがとうございます。買いに行ってくれました。朝早くありがとうございます。くれまして、はい、後ほどねしっかり写真とかも撮ってね、そうですね、やりたいと思うんですけれども、写真撮ろう。はい、改めて、はい、まだ収録日的には全然ちょっと先にはなっちゃうんですけど、そうですね、25になりますね。はい、どうですか。いやここまで来たかっていう感じですけどどの番組よりも早いんじゃない。一番早い、今年初めて祝われた誕生日なんですけど今実感はそれはないですね。実感はちょっとまだないんですけど、はい、でもね、まあ、25になっても毎週と一緒に仕事してんだなと思って、はい、なんかそれが一番嬉しいです。あ、本当ですか。よかったです。嫌、はい、ですって言われなきゃいけないそんなことはもちろん言いませんよ。まあベタですけど、うん、聞いときますか、今年の目標的なものを。今年の目標ね、そうだな、楽しいことを、うん、月に2つぐらい見つけていきたい。おー、だから7月だから、はい、今まあ月の半分としてまず1つでしょ、うんうんうん、7月は、うん、で8、9、10、11、12だから、うん、5ヶ月で月にだから10、11個、うん、今年あと11個も新しい楽しいことを見つけなきゃいけないですね、うん、いやでもすぐ見つかるでしょ。あの実は今1個ある。おお、言えないやつ、それ言っていいやつ、言っていいやつ、じゃあ、うん、ぜひ。あのですね、はい、ホラーなんですけどホラーものなんですけど、ちょっと毎週ってやりたいなって思ってるやつがあって。ゲームですか。ゲームになるのかな。あのね、うん、なんか LINE のグループ電話をするんよ。はい、ほんでオンライン進行型コーリングホラーっていうのがあって、はい、で多分電話しながらストーリー進めていくみたいな、2人で、うんうん、で考察したり、うん、いろいろ考えたりするんだけど、うん、主人公と通話したり主人公の SNS を考察したりして進めてく、なんかサスペンスっていうか、なんかちょっと多分考察しながらホラー要素もあるみたいなのを、だったら毎週もやれそうじゃない、考察が入ってるから。そうだね、謎解き系は好きだからね。そうそう、謎解き系ホラーで LINE でグループ通話しながら。あ、それは面白そうですね。ですよね、うん、ちょっと7月の私これ楽しみなんで。ああ、もうじゃあぜひやりましょうぜひ毎週も一緒にどこかでやりましょう、やってください。はい、ぜひぜひ。はい、じゃあ本編の方移っていいですか。本編の方改めておめでとうございます。ありがとうございます。やりたいことも聞けたということで、はい、頑張ります。はい、